こんにちは、アルファアドバイザーズの坂下です。今日はボストンの MIT スロースクールオブマネージメント MIT の MBA のキャンパスに来ています。 MIT は2年生のフルタイムの MBA と、あとはミドルキャリア向けの MIT スローンフェローズという1年間のプログラムがあります。MIT スローンフェローズは特にミドルキャリアの方にアルファからも毎年非常に人気が高くて合格している方もいらっしゃるんですけれども、今30代とか40代の方にもとても需要があるプログラムです。で、学校の周りはですね、このチャールズリバーが前にあって本当に素晴らしい環境です。ハーバードも比較的近くて、歩いてはすごく遠いんですけど車で10分ぐらいで行くような距離にあって、最高の環境です。で、今日は特に MIT スローンフェローズのアドミッションの方にお時間をいただいて、なかなか貴重というかね、普段はなかなかお話しするの難しいんですけれど、アドミッションの方にお時間をいただいて、一緒にキャンパスにいた受験生の方と質問をしたりお話をさせていただきました。特に MIT スローン、MBA の方もスローンフェローズの方も MIT が求めている人物像とか、こういうスキル、こういうアチーブメントをしている人が欲しいよねっていうのがあって、それをね、アドミッションの時はすごく各項目で見てるよとかですね、かなり合格にも重要なことをいろいろ伺えたので、それもぜひ個別指導とかで皆さんにご共有できればなと思っています。で、MIT は、特にミドルキャリアの方はですね、エグゼクティブアセスメントでテストも受けられたりとかします。で、フルタイムの方は社費の方が多いんですけど、大企業の方とかですね、やはりマネジメントしっかり学びたい方にはとてもいいプログラムですので、ぜひ MIT スローンフェローズ、MIT スローンの方も合格したいという方はいつでもご相談ください。まだ今年というか、2025年の出願も間に合いますので、ぜひね、皆さん早めに受けていくと。で、ビデオエッセイとかちょっとね、ユニークなアプリケーションもあるので、そこの、見てるポイントとかも今日はたくさん聞いてきたので、ぜひ、いつでもご相談ください。それでは、失礼します。